さあ、阪神高速走ってますよ、今、森口線。阪神高速森口線。で、阪神高速に入った途端に、イプシロン5速に入ったね、今。高速道路に入った途端、5速に入りました、今。はい、なあ、2台目キャンピングカーが、2台目のキャンピングカーが、ちょっと厳しいな。厳しいな。6メートル。6メートルがね、一つの目安なんですよ、キャンピングカーの。6メートル超えると、ないねんか。今日行ったとこは。6メートル超えたらないねん、キャンピングカーが。ないねん。で、ベース車やな、ベースの車両が、ベース車が、ベース車体がね、ベースの車体が、トヨタのコースター、トヨタのコースターか、やっぱフィアットのデュカトっていうね、ベース車。およそ7キロ先までは十分運転に注意してください。デュカトっていうね、フィアット同じやね、僕のやつと同じやけど、2リッターやな、2リッターぐらいのディーゼルフィアットか、トヨタのコースター、送迎バスやな、だね。でね、内装の出来はね、トヨタのコースターベースの方がちょっといいねん。トヨタのコースターベースの方がいいねんって。いいねんけど、トヨタのコースターベースやねんけど、電力やな。電力の供給が、国産車ベースになるとね、国産車ベースになったら、もうほとんどバッテリーやねん、みんな。バッテリーだから、プロパンとか天然ガス使えへんねんな。火使うのにガス使えへんねん。で、今の、デュカトもフィアットベースにしても、天然ガス使えへん。天然ガス使えへん。この先左からの合流があり、内装や、内装がね、コースターベースもフィアットベースもね、内装がね、あんまり綺麗じゃないねん。あんまり綺麗じゃないねん。今の僕が持ってるやつやな、バースターの方が内装はよくできてんねん。内装はバースターの方がよくできてんねん。で、あと圧倒的なやっぱりサイズ感がないのよな。やっぱりこの先左からの合流があります。840っていう言い方すんねんけど、8メートル40ある僕の今のキャンピングカーと6メートルもしくは 5.5 メートルやったら、やっぱり 5.5 メートルとか6メートルの方がないのよ。何がないねん。例えばシャワーつけたらトイレつけたらシャワーの時外さなあかんとか、カセットトイレみたいな